人ならって思ったけど。あ、マリナさん。ってすっごい荷物だね。買い出し？うん、ちょっといろいろね。手伝ってもらったんだけど、思ったよりいっぱいになっちゃって。これちょっとって量じゃないよ。サークルまで運べばいいんだよね。はぐみ、手伝おうか？ありがとう。でも大丈夫だよ。はぐみちゃんに悪いしね。そう？でも、はぐみちゃん？そうだ、ちょっとだけ荷物を持ってみてもいい？えっとね、どのくらい重いのか気になっちゃって。ちょっとだけ、ダメ？それくらいなら。でも本当に重いから気をつけてね。ありがとう。わ、結構ずっしりくるね。でしょ？じゃあそろそろ。この荷物は怪盗ハグミンがいただいた。返して欲しければサークルまでついてきて。え、待ってよハグミちゃん、どういうこと？実はね、この前怪盗ハロハッピーからの予告状をもらって、ハロハピのみんなでお城に行ったの。怪盗ハロハッピーって？怪盗ハロハッピーはね、かっこよくてすごくて怪盗なんだけど、正義の味方でもあるんだ。そうなんだ。それで怪盗ハグミンっていうのは？それはもちろんハグミのことだよ。ハグミも怪盗ハロハッピーみたいに正義の怪盗になりたいから、マリナさんの荷物をサークルまで盗むことにしたんだ。でも安心して、サークルに着いたらちゃんと返すから。そっか、それならサークルまで盗まれちゃおうかな。うん、任せて。今日のハグミちゃんは、怪盗ハグミンは正義の怪盗だから任せても安心だよね。もちろんだよ、この怪盗ハグミンにお任せ。じゃあサークルまでレッツゴー。